まあ一晩じゃ泣くんですけど、ひどい時は夜の2時前ぐらいから1時間おきにギャン泣きされて、10分ネントレっていうのを見て、これだったらできるかなと思って、夜泣きはでももうその1週間ではもう完全になくなっていて、出ますね。効果的面でした。精神的な余裕がかなりできました。今本当に子育て楽しめてます。よく友達からセルフネンネ赤ちゃんがするなんてインスタの中の世界だけでしょみたいな感じで言われるんですけど、本当にリアルで。こんにちは、ねんねママです。今回は先輩ママのお話を聞いていくコーナーです。今日お呼びしている先輩ママさんはなんと生後1ヶ月の時にずっと一晩中おろせなくて1時間に1回泣かれて、もうずっと抱っこでどうにもならないという状態から、なんとですねたった1日で抱っこの卒業しちゃいましたという方です。ただこの方その後もしばらく夜泣きは続いていたということなんですけれども、夜泣きが続いていたのもある日決意をして、こうやってやってみようというふうにやったらですね、そちらも1日で解決してしまったという、もう1日1日で解決されてきたママさんです。果たしてどんなことをされたのか、どうやったらそんな魔法みたいなことができるのかということで、実際にどんなことされたのかインタビューしていこうと思います。ということで早速先輩ママのはるかさんをお呼びしたいと思います。はるかさん、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、皆さんにお伝えした1日1日でクリアしてきたことっていうのについて、今回は詳しくお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まず最初は抱っこでなかなか下ろせなくって大変だったという時について、どんな状況だったのかというところからお伺いしていってもいいですか。はい、生後1ヶ月半からもう黄昏泣きがすごくひどくて、この赤ちゃんはすごい泣くタイプなのかなっていう風にちょっと諦めが入ってたら、2ヶ月に入ったらもう夜泣きが始まりました。まあ一晩中泣くんですけど、ひどい時は夜の2時前ぐらいから1時間おきにギャン泣きされて、抱っこしてしか寝る方法がなくて、置くと起きるっていう背中スイッチが起動して、もう抱っこして置くしかないと思って、もうずっと抱っこし続けて、腕は痛くなり、腕枕だったら寝れるかなと思ってやってみたら、まあそれが外せず腕がしびれるとか、もう腕もきつくなって、最終またに赤ちゃんの頭を置いて寝るっていう、また寝をしてたりもしましたけど、まあそれなんとかやってたんですけど、続くと精神的にやられてきて、この子はいつ寝るのと思って、ぐっすり寝るのはいつ、私はいつ産後ぐっすり寝られるのと、かなりのストレスでした。そうだったんですね。じゃあもう一晩中ここに乗せ抱っこし大変だから、だんだん降りていって股の間に寝かせて、もうこういう状態ってことですよね。自分でもこれが正しいわけじゃないだろうなとか、安全じゃないだろうなっていうのはうすうす感じたりするんだけれども、どうにもならないっていうこともありますよね。ああ、もう本当にそうでした。しんどかったです。そこから1日で変わった、抱っこをもうしなくなったっていうことだったんですけど、やったことっていうのは多分皆さんすごい知りたいと思うので、何をされたのかっていうのをお伺いしていいですか。まずは情報をいろいろ見て知識をつけていきました。つける前は赤ちゃんには活動時間の限界があることとか、昼寝が大事なこと、日中寝れてないことが夜泣きにつながっていくっていうことはあんまり知らなかったし、教えてももらってはなかったので、ねんねママさんのインスタとか YouTube 見ながら夜泣きされながら知識をつけていきました。あー、なるほど。じゃあもう知識をつけて活動時間を意識したりとか、お昼寝もなるべくさせるように、これは抱っこ紐とか抱っことかでさせてたんですか。そうですね、抱っこででもいいやっ
と思って、まあ、最初はさせてました。お部屋整えたりとかっていうのもされたっていうふうにおっしゃってたかなと思うんですけど、お部屋はどんな風にされましたか？部屋は結構明るめの部屋だったので、もともと遮光カーテンは使ってたんですけど、うん、カーテンの間からやっぱ光漏れてるなと思って、夫がちょっと DIY とかが好きなので、カーテンレールの上から漏れる光をカーテンレールカバーみたいな感じで作ってくれて、上の光は遮断することができて、それでももうちょっと暗くしたいなと思ったので、ネットで調べて、コストかけたくなかったんで100均の防草シートをガラスの部分に貼って覆って遮光しました。なんでさ、 DIY ができる方ってすごい、ぴったりの作って綺麗にやってくれました。知識をつけて環境を整えたっていうことなんですけど、1日で寝るようになったっていうのは何かをされたきっかけっていうのがあったんですか？ねんねママさんのインスタを見て、10分寝トレっていうのを見て、これだったらできるかなと思ってやってみました。はあはあはあ、10分寝トレっていうのはね、ちょっと皆さんのために補足すると、まあ、1日10分でやれる寝トレみたいなことで、通常ねんねトレーニングっていうと、もう絶対抱っこしないで、なんかなんなら部屋から出て行っちゃったりとかして、わーって泣かせるっていうのが結構、まあいろんなやり方があるんですけど、割と主流だったりするんですけど、それよりももっと優しいやり方ということで、まあ、最初ねんねだよって言ってベッドに置いたら、まあ 2,3 分見守って、まあ、ちょっとダメそうだなと思ったら抱き上げて、でも少し落ち着いたらもう1回置いてみて 2,3 分見守ってっていうのをこう2セットか3セットぐらい繰り返すことで、いつもの寝かしつけにプラス10分とか練習してみましょうっていう、私がお伝えしているやり方でございます。詳しくはちょっと別の動画で解説していますけれども、その10分寝トレをやっていただいたっていうことですね。具体的に初日やられたことって、まずベッドに置いて何分ぐらい見守ったりとかってされましたか？ 2,3 分って言われてるので、時計を意識しながら 2,3 分にしました。で、抱き上げて、はい、で、また置いてって感じですか？そうですね。何回ぐらい繰り返しされました？3回だったかな、はい、うん、3回繰り返して、その日の夜は抱っこで寝たんですか？この日もすでになんかもう寝入る前に3回目で置けたので、うんうん、そこからこうトントンとかで寝かした感じですか？トントンっていうか、手をバタバタするので、手足をちょっと押さえて触ったりはしました。バタバタするのをこう押さえてあげて、そう、手を握ってあげる感じですか？はい、うんうんうん、ちょっとこう上から かぶさってあげるみたいな感じですかね？そうです、そうです。あ、安心しますよね、そうやってやってあげるとね、はい、赤ちゃんがいたらこうやってかぶさってあげて手を握ってあげるっていうので、3回目ぐらいでもう初日から降りて寝られたっていうことですね。はい。あー、なるほど。次の日の様子はどうでした？もう抱っこでは寝ず、もう2階で寝ていきました。すごいですね、うん、それでもうじゃああっという間にたった1日で寝られるようになっちゃって、はいはい、もうこんだけずっと抱っこしてたのに、はい、たった1日で卒業しちゃったってことですね。はい。あー、すごいですね。そんなこともあるんですね。まだ2ヶ月の赤ちゃんとかだと、まだ小さいし様子見ねとかって思ったりすることも多いかなと思うんですけど、結構なんかやるぞって決めて臨まれたんですか？そうですね、かなり気合は入れてました寝れないのがしんどすぎて、寝れるんだったらもうやらんと、もうこれいつまで続くかわからないしっていうので、もうやるって本当に決めました。はあ、そうだったんですね。それで抱っこから下ろせるようになって、セルフ寝ねになったりとか、夜泣きがなくなったりとかっていう変化ってどうでしたか？1週間以内にはもうセルフ寝ねができだして、失敗する日もあるけど、結構すんなり夜寝はできだしました。まあ夜泣きがずっと続く状況ではありました。1週間ぐらいでセルフ寝ねまでできるようになっちゃったけれども、ただ夜泣きはずっと続いている状態っていうことで、それってまだ夜間授乳とかもある時期だと思うので、まあ、授乳されたりとかっていうこともあったと思うんですけど、どの段階で朝まで寝るようになったとかっていう風な変化がありましたか？それも劇的に変わった日があって、夜泣きがずっと続いて、抱っこも厳しくて、授乳して寝るが続いてたんですけど、まあなんとかしたいと思って、ねんねママさんの動画を見て、泣かせたくない夜泣き対応みたいな動画だったんですけど、その人はコンサルタントさんに相談してたんですけど、同じやり方で
できる範囲でやってみたらどうなるのかな、今日しかないと思って、それも決意して、夜間泣いても抱っこは絶対せんと決めて対応しました。過去のね、先輩ママさんのインタビューを見られて、その方がね、もう絶対抱っこはしないっていうスタイルでやったら劇的に効果が出たっていう先輩ママのインタビューがあったんですけれども、それを見られて私も同じようにやるぞと決意されたっていうことなんですね。かなりその一晩中夜泣きされて、これ本当に泣き止むのかなこの子はって思って、あ、抱っこしようかな、ダメかな、抱っこしようかなって迷ったんですけども、耐えに耐えましたそうなんですね。じゃあもう一切抱っこしないで、その抱っこしない間はトントンとか何かされたりとかしたんですか？できるだけまあ声かけから入って、声かけでもダメで、ちょっと手を触るとかトントン、そこまででした。大丈夫だよみたいなところからこう手にぎにぎしてあげたり、トントンしてあげたり、体の触れ合いはするけど抱き上げないぞっていうのを貫かれたってことですね。それが4ヶ月の時ってことですかね？そうですね、うん、でそのある1日で変わったって感じですか？そうなんですよ。それをやってで、まあ、朝起きて、その日も私は寝れてなかったんですけど、今日はどうかなと思って同じ対応しようかなって思ってたら、もう次の日は一回わーって泣いたんですけど、かなりの弱め泣きだなっていう感じで、自分で早く泣き止んでいって、その一回だけだったんですよ。で、もう次の日から 2,3 日でだんだん夜泣きはなくなっていきました。はあ、すごいですね。もうじゃあほぼ1日の練習で覚えちゃったってことですね。はい。でも実はこういう話ってコンサルしてたりとか、寝かしつけ強化クラスとかでご相談乗ってる中で結構数あったりとかして、でも赤ちゃんって学習能力すごい高いから、ある1日一晩中わーって泣いたりとかしても、あ、ダメなんだ、これを泣いてもダメなんだって理解するんですよね。そうするともう次の日はじゃあ頑張って自分で寝ようっていうモードに切り替えの速さっていうのが、私たち大人よりも早いなっていう小さいから柔軟なのかっていうのをすごい感じることが、私もエピソードとして聞いていて、赤ちゃんの切り替え能力ってすごいなって思うことあるんですけど、まさにはるかさんの場合もトライされて、翌日からはほぼほぼ起きなくなって、これ定着したの何日ぐらいかかりましたかね？夜泣きはでももうその1週間ではもう完全になくなって出ますね。素晴らしい、効果てきめんでした。多分見ていらっしゃる方は本当にそんなことあんのと思いながら見てると思いますけど、はるかさんはれなさんの動画を見ながら同じように思ってたってことですよね。本当にそんなことあるのって思いながら、でもやってみようって言ってやってみたということで、そして結果が出たというのでね、こうやって先輩ママのインタビューが連鎖していくの、私はすごく嬉しいなと思います。今回はるかさんが実施されたのは、生後4ヶ月の時に絶対抱っこしないというのでやられたということなんですけれども、まあ、通常絶対抱っこしないみたいなのは6ヶ月からなんてお伝えしてたりはするんですが、まあ、これも様子見ながら本人がいけそうかなとか、赤ちゃんによってもう向いてる向いてないとかも結構あったりするので、いけそうな場合は結局やって成功したっていうことが全てなので、そういうことで言うとうまくいくっていうパターンも結構あります。その辺なんかこう心配な方は私のところに聞きに来ていただければ、寝かしつけ強化クラスとかでも全然アドバイスしてますし、一緒にこう様子見ながら、じゃあどうでしょうかねみたいな話とかはしていただくので、心配な方ちょっと聞きに来ていただければなと思います。劇的に変わったってことなんですけど、ちょっとお伺いしたいのが、寝られるようになってこんな風に自分のことが変わりました、こういういことがあったよみたいなのを皆さんの希望になるように教えていただければと思います。まあ、赤ちゃんの方なんですけど、今は朝昼夕寝もうセルフで全部寝室で寝てくれるようになって、あ、今何ヶ月ですか？今5ヶ月の終わりぐらいですね。最近は外出先でも時間はずれつつも寝てくれるようになりつつあって、すごい変わっていってて、特に夜は19時台に寝てくれるので、そっからが自分時間ってことで、かなり自分時間が増えました。それまでの家事する時間もなくので、なかなか家事ができなかったんですけど、家事もいろいろできるようになったし、夜寝てからは自分の好きなことしたり動画見たりとか余裕ができて、まあ、精神的な余裕がかなりできました。今まではまあ夫にこうストレスを当たり散らしていましたけど、それもなくなって夫婦仲がかなり良くなってきてる感じで、良かったなって思います。
それはパパとしても朗報ですね。ね、やっぱちょっとね、寝られないとイライラするし、私一晩中ずっと大変なんですけどっていうアピールついついしちゃったりしますもんね。はい、ほんと余裕ができたので今ほんとに子育て楽しめてます。あー、すごい。もうそれ一番素晴らしいことですね。ありがとうございます。最後に今悩まれている方に何か一言メッセージいただけますか？今日私が話したことは本当にリアルなことで、よく友達からセルフネーネ赤ちゃんがするなんてインスタの中の世界だけでしょみたいな感じで言われるんですけど、本当にリアルで、やってみたら赤ちゃんが寝ましたってことなので、赤ちゃんは寝る力みんな持ってるんだよっていうのを信じて、まあ、ネットでしてみてほしいです、やりたい方は。はい、温かいメッセージありがとうございました。すごく皆さんね、勇気になったし参考になったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今日は先輩ママのはるかさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後もこのように先輩ママさんのインタビュー、皆さんの力になるような本当にこんなことあるんだっていうね、話をお届けしていきたいなと思いますので、今後それから前の先輩ママのインタビューの動画なんかも、これ自分のケースに近いなっていうのを見つけて参考にしていただければなと思います。それから他にもねんねに役立つ動画だったりとか、育児に役立つ動画たくさん配信しておりますので、チャンネル登録して他の動画を見ていただけると嬉しいです。今日の動画が参考になったらグッドボタンやコメントで教えてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。ねんねママ、ねんねママ、ねんねママ。